パイーン。おー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 、なるほど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 、おーほう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 。はいどうも、バナナです。バナナです。嘘はいどうも、ワルです。さあ、それでは今回もフォートナイトやっていこうと思います。さあ、今回はですね、新しく追加された投げ物のストームフリップ、まあ、これがどんなものなのか早速ね、実際に使って見ようと思います。なんか聞いた話では、なんかストームの位置を変えれるみたいな、なんか一時的にストームの効果を打ち消すみたいな感じに見たんだけど、まあ、実際どうなのかね、使っていきましょう。いやー、今シーズンあんまり遊んでないからさ、いまいちね、理解しないんですよね。例えばさ、なんか浮いてるのあるじゃないですか、あのなんか何ミツハギみたいなあのドローンってさ、何なのこれ。あ、これ壊したらなんか出るのかな。なんか出てくるんだ、アイテムの中から。あ、すげえ。あ、そういうやつなんだ。へえ。あれ、壊すと出てくるんだ。今知ったわ。ありがとう、教えてくれて。誰か知らない人。なるほどね。いや、前からなんかな、あるなーとは思ってたんだけど、やっぱすぐあれやね、置いてかれるよね。ほんの1ヶ月ぐらいしないだけでさ、もうめちゃめちゃ置いてかれるわ。ほうほう、なるほど。あ、いいね。あ、すげえ。あ、これレジェンド出るんや、しかも。いいね。ミニガン持ってた。ラッキー。バーストか。こいつ強いんかな？バースト3マシンガン。まだまともに使ってないんだよな。ちょっと、使ってみようか。これって何点バースト？ 4 点バースト？ 4 点バーストか。へぇー。なるほど。なかなか出んな。全然ストームフリップないんだけど。びっくりするぐらい出んな。結構リアなんかな。あれエピックやんね、多分リアルで言うと。そんな出ないはずでもないんだけど、なかなか見つからない。やばい、全然ない。どこにもねえんだが、どっか落ちてないかな、その辺に。あ、なんかありそう。あったー、あったー。やったぜ。じゃあな、バースト全然使ってないけど。あ、これ1個しか持てないのかな、もしかして。RPG もあるんだけど。ちょっと欲しい。ショットガン捨てるのか。まだ後で取りに来ようかな。あ、タクティカルもあるんだ。早速じゃあ使ってみますか。ストームフリップ。どんなもんなんかね。とりあえず縁来てからにしようか。いや、楽しみ、これは。この辺でさ、待ってて、ギリギリで。来たら使おう。ああ、やった。こんなところに。てってれー。あ、あれか、ストームフリップの効果っていうの。あんな感じになるんだ。へえ、すごいな。魔法みたいになってる。お、縁来ましたね。早速やってみますか。どの辺に投げたらええんかな。この多分投げたところを中心に、縁みたいなやつがグワッて広がる感じだよね、おそらく。ここの、この辺でええんかな。ファイーン。おう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 、なるほど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 。おう、ほう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 。あ、こん中がストームになるの。あ、違うわ。え、どういうこと。どこがストームになるの。この接してる場所がってこと。あ、要は円の中で使うと円の外扱いで、この外で使うと中扱いなんか、円のっていう感じ。合ってるかな。ちょっと待って、もう一個欲しいわ。ちょっと待って、一個じゃ分からんな。よし、それじゃあ、絵の中で使ってみますか。とりあえず、この辺で使いたいな。街の真ん中ら辺で使ったら、おそらく、甚大な被害出るでしょう。それを見越して、おーおーおーおおお。この辺使おうかな。この辺でいいかな。やってみましょう。バイーン。多分これで、ストームの中と同じ風になると思うんだよね、これで。あ、やっぱそうだ。なるほどね。こうなるんだ。やっべえ、びっくりした。敵やんこれ。待って、なんで急に出てくるん。びっくりしたわ。なるほど。あ、これは面白いな。でもへえ、まさにストームを操るって感じだよね。完全に理解した。